経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、シアスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は情報システムの3回目ということで、ハードウェアとはというテーマでやっていきたいと思います。でまずなぜ情報システムを学ぶのかということなんですけど、常に進化し続ける情報システムの基礎基本を学ぶことは、これから伸び続けるインターネット業界でさらに大きな成功をするために強力な武器となるということですね。インターネット業界というのは常に、ね、伸び続けますよと、ね、インターネットに接続する人口は増え続けるし、ね、インターネットに関連する機械媒体ですよねっていうのは増え続けるし、インターネットを活用する、業種、業界というのも増え続けるということですよね。結果、新しい新技術ですよね。人工知能を代表とする、ね、新しい新技術っていうのも、どんどん進化し続けるということですよね。そういう伸び続けるインターネット業界で、ね、さらに大きな成功していくためには、その技術とかシステムそのものが分かっているというのは非常に強力な武器となるので、学ぶ価値が大いにあるということですね。はい、そして情報技術の全体像なんですけれども、まず情報の流れ、データの流れということでいくならば、まず自分がパソコンとかスマートフォンみたいな機械を持ってますということですよね。で、ハードウェアっていうのは機械そのものですと。で、ソフトウェアっていうのは機械の中に入っている、ソフトとかアプリケーションですということですよね。なので、自分が持っているパソコン、スマートフォンから、情報が、まずルーターと呼ばれる、異なるネットワークを接続する機械であるルーターを経由して、そしてプロバイダーを経由ですね。プロバイダーっていうのはインターネット接続の電気通信液の提供している組織になりますけど、簡単に言ったら私たちとインターネットの世界をつないでくれている、組織ということですよね。そしてプロバイダーを経由してインターネットに接続するということですよね。インターネットっていうのは複数のコンピューターを相互接続した地球規模の情報通信網ですということですよね。なので、情報の流れからいくと、パソコン、ルーター、プロバイダー、インターネット。で、インターネットの中で、自分が知りたい情報を持っているコンピューターにつながるということですよね。で、そのコンピューターがですね、自分たちが知りたい情報を、蓄積している情報の集まりであるデータベースがある、そういうコンピューターの、につながって、そしてそのね、データベースサーバーですね。サーブっていうのは提供するということになりますけど、そのね、情報っていうのを応答で返すということですよね。そしてその応答された情報っていうのがインターネット、プロバイダー、ルーター、そして自分たちのね、持っている機器に返ってくるということになります。なので、情報の流れから言うと、パソコン、ルーター、プロバイダー、インターネットでデータベースですね。で、データベースのね、から情報が今度はインターネット、プロバイダー、ルーター、そしてパソコンというふうに返ってくるということになるということですよね。これが情報技術の全体像ということになります。で、今回はこのハードウェアという言葉について、確認しておきたいと思います。はい、ハードウェアというのは、コンピューターを構成している電子回路や周辺機器などの物理的実体ですね。すごくわかりやすく言うならば機械そのものということになります。ハードウェアというのは、コンピューターを構成している電子回路や周辺機器などの物理的実体で、機械そのものですということですよね。なので、パソコンというハードウェア、スマートフォンというハードウェアですね。もしくは、キーボードというハードウェアだったり、もしくは、DVD ドライブというハードウェアだったり、プリンターというハードウェアだったりしますよね。ハードウェアって言ってもいろんなものがありますけれども、そういう一つ一つの機器ですね。パソコン、スマートフォン、もしくはその周辺機器ですね。キーボードとか、プリンターとかですね。もしくは DVD ドライブとか。そういった、周辺機器も含めて全部機械そのもののことをハードウェアというふうに言うわけですね。その一番中心っていうのはやっぱりコンピューター。ですよね。その周辺機器と、主力の機器と2つあるわけですけど、その主力の機器であるパソコンとかスマートフォンっていうものに関しての学びっていうのが、次回以降よりですね、詳しくやっていくということになります。今回はその言葉の意味ですね。ハードウェアっていう言葉の意味を、確認したと。ハードウェアとはコンピューターを構成している電子回路や周辺機器などの物理的実体のことであり、すごくわかりやすく言うならば機械そのもののことですということですね。はい、
今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なので、ぜひこの機会にメルマガを登録して4つの無料プレゼントをすべてお受け取りいただければと思います。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。